みんなこんにちは、アテナくんだよ。コウモリって暗闇でどうやって獲物を捕まえているんだろうね。今日はコウモリくんにお話聞いてみたよ。やあこんにちは。僕らがどうやって暗闇で獲物を捕まえているのかって？そうだよね。真っ暗な何も見えない暗闇の中、みんなだったら歩くことも大変だものね。僕らは鼻や口から超音波っていうとても高い音を出すことができるんだ。この超音波が獲物にぶつかるとまた僕らの方へ跳ね返ってくるんだ。僕らコウモリはその跳ね返ってきた超音波を聞いてどこに獲物がいるかわかるんだ。レーダーみたいだね。僕らはこの超音波でガなどを捕まえているんだ。この超音波、人には聞き取れないくらい高い音。でも獲物のガも侮りがたし。ガの仲間にはこの超音波を聞き取れる耳を持つ者もいる。ガもなかなかやるもんだな。彼らは超音波が聞こえてくると気を失ったように落ちて逃げるんだ。コウモリさん、どうもありがとう。今日のまとめ。コウモリは口や鼻から超音波を出す。跳ね返ってきた超音波をもとに獲物のいる場所を特定する。今日も見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録してね。バイバーイ。